暗号通貨市場低迷してますね。私にはペイペイ運用があります。さあ4月21日から再度始めましたペイペイ運用。前回はねもう随分長い間やって20万ぐらいになったんですけども、それ一旦決済して4月21日から改めて始めたんですが、今日5月30日には運用高どうなってるでしょうか。じゃあ見てみますね。じゃん、あ、63,925円というふうに出ております。どうですかこれ。1円も証券口座に入れないのに63,925円になりました。4月21日からね。で運用益は1317円で、ここまででプラス 2.10% ですよね。これ1年間の金利じゃないですよ。40日ぐらいで 2% 以上ついてるんですよ。銀行の金利が1年間でもう 0.01 とかっていうところですからね。非常にいいじゃないですか。これ私この運用1円も使ってないですからね。正確に言うとペイペイってものを通じて飲食店で決済したり通販で何か買うっていう生活に必要なものがあるじゃないですか。それを店舗で買うんじゃなくって、まあこうやって通販で買ったりね、ペイペイってものを通じて店舗で飲食店に支払ったりとか、それからこの前はね自動車の税金も払いました。そういうことを通じてコツ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 積み上げていくと1ヶ月ちょっとで 63,925円になるわけですよ。まあだから個人差がありますけどね、ここはね。スタンダードコースでがっぽり儲けてるなっていうところでございます。いやーすごいな。この動画たまに出してますけども、一番最初にレポートした時ってちょうど1ヶ月の時で2万8000円ぐらいだったと思うんですよ。あれから10日ぐらい経って6万3000円になりましたからね。いや、優秀だと思います。これすごいですね。まあ投資なんでマイナスになることもあると思いますけども、今のところは順調にほら、グラフがね、動いてるでしょ。上に上がってるでしょ。ということなんで、いろんなところに無理ない余剰資金でこう投資しておくということですね。こちらの方は余剰資金でも何でもないですから、あぶく銭ですからね。よかったです、ありがとうございます。じゃあ皆さんもね、ペイペイ運用ってものがあるってことを、まあ、覚えておいていただければと思います。投資は自己責任でお願いします。